はい、でよろしくお願いします。今回は高校数学数2の等式の証明丸3をお送りします。で、等式の証明最後です、今回がね。で、またちょっと違うタイプの問題を2問取り上げていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、2問ね、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方とも解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番です。で、まず1番は、x プラス y プラス z が3ですね。で、xyz が三括弧 xy プラス yz プラス zx が成り立ってると。で、この時に XYZ のうち少なくとも一つは3に等しいことを証明しようという問題です。で、これはですね、すごくも特徴的です。もうどこが特徴的かというと、ここだね、のうち少なくとも一つが3ですね。で、今回は3にしましたけど、まあ少なくとも一つが1とか2とか、まあ、0とかいろいろあるんですけどね。で、そういったタイプの問題で、これに関しては先にゴールを覚えてください。どういうことかっていうと、何を計算して何になればいいのか、ゴールね、つまり。で、このね、XYZ、今回3つの数字、これ3つの文字のうち少なくとも1つが3に等しい、これを言いたかったら、ゴールはこれです。カッコ X-3、カッコ Y-3、もしもう1個、カッコ Z-3、これが0。これを言えればもうゴールなんです。いいね。これがゴールになります。じゃあ、なぜか。で、これはですね、ここに、まあ、書かないけど、ね、普通はね、掛け算が隠れてるじゃないですか。つまり、これかけるこれかけるこれイコール0となっています、今。で、掛け算が0になるってことは、それまで3つあるでしょ？ポンポンポンって。どれか1つでも0になれば、掛け算絶対0じゃん。0かければ0だから。もちろん、全部0でもいいんだけど、2個0でもいいんだけど、少なくとも1個0になれば、0×100×1万とかでも0でしょ。だから、少なくとも1つがね、こう満たすっていう時には、これが成り立てばいいと。で、つまり、で、なんで、この今ね、少なくとも1つが3に等しいことがこれで言えるかっていうと、もし、x に3入れれば、ここ0になる。y に3入れれば、ここが0になる。z が3をね、入れればここが0になる。つまり、xyz のうち、どれかが3になれば、これが絶対0になるんです。いいね、これがゴール。だから、もし問題がね、少なくとも1つが1に等しいと言われたら、全部マイナス1です。x-1、y-1、z-1 と、がゴールだと思ってください。じゃあちょっと前置きね、長くなりましたが、まず1番いきましょう。で、今回ね、板書がね、多分かなりギリギリなんで、ちょっとちっちゃい文字で書くけどね、ごめんね、見にくかったら申し訳ない。で、もうね、ゴールがこれって分かったので、左辺を計算していきます。間違ってもイコール0を書かないでください。いいね。で、左辺を計算していくと、あ、間違っちゃった。y って書きそうになった。x-3、y-3、z-3。で、これもね、あの法則で公式みたいなのもあるんですけど、これも地道に展開しちゃいましょう。まず左側の2個。x-3 と y-3。これは全部掛けで4回掛け算すると、xy、ここ掛けて -3x。こことここ掛けて -3y。で、閉じちゃったよ。最後に -3 と -3 でプラス9と。これ手前の2個ね。で、あとは、z-3 がまだ残ってると。で、非常にめんどくさいんですが、これ、1、2、ここから3、4って感じで8回全部配りましょう。ね。じゃあ書きますか。まず最初、xyz かけると -3xy。ここ行くよ。こうかけると -3zx って書こうね。ここかけるとプラス9x。ここ行きます。こうかけるとマイナス 3yz、 ここかけて、間違えた、ここをかけてか、プラス 9y でかけるとプラス 9z の最後マイナス20になると。はい、長かったですね。で、こっからです。で、今わざわざここに条件式をね、まあ、条件を2個与えてくれてる。つまり x プラス y って、お前、x プラス y プラス z っていうものとか、 xyz もしくはこっちだね。
が出てくるようにこれをまとめに行きます。いいね。でまとめ方はね、まあ、順番自由なんですが、まず XYZ はこれしかないのでこのまま行きましょう。 Z で次に XY と YZ と ZX の係数が全部マイナス3だからくぐってみようか。マイナス3で XY ちょっと順番入れ替えますね。 YZ 先に書いてここの ZX も書いておきましょう。これ3つをマイナス3でくくっただけね。で、あとは、プラス QX、プラス QY、プラス QZ、全部ね、Q でくくれそうなんで、プラス QX、プラス Y、プラス Z。で、残ってるのがマイナス27だね。で、こっから勝負です。今、まず X、プラス Y、プラス Z、ここに出てきました。これが3になります。つまり次にここ3置き換えるからね。で、次が、ここです。三括弧、ちょっとマイナス抜けよ。三括弧 XY プラス YZ プラス ZX。これがここと一致するので、XYZ で置き換えます。そうすると、XYZ、これ最初のやつね。で、マイナスはこのまんまで、この部分が XYZ に変わる。で、ここ、中身が3に変わるから、くさん27。で、マイナス27が残ってる。これ、計算すると、打ち消し合う。打ち消し合うから、0になるんだよね。つまり、計算して0になったんです。ちゃんとゴールに行けたと。だから、あとは、こう書いて、まあ、寄って、ここからね、書き方いろいろあると思いますけど、x マイナス3、y マイナス3、z マイナス3がちゃんと0になりましたよって。で、つまりこれが何表すか、多分ね、これ途中式絶対書かされちゃうから、 x マイナス3、ここのね0、または真ん中のパーツ y マイナス3が0、または z マイナス3が0、つまりここのパーツかここのパーツかここのパーツのどれかが0になるってことが分かったの、こっからね。これなので、今回言いたかった XYZ のうち少なくとも一つ、あてる、少なくとも一つはこっちか、3に等しいと。ギリ？あ、ギリ入ったね。はい、こんな感じで書いてください。まあ、この辺のね、言葉の書き方はいろいろあると思いますが、いいかな。まあ、今回大事なのは、これがね、示したいんだったら、ゴールはこれだよって。で、これが分かんなかったら、絶対スタートが切れないので。いいね、こんな感じでやってみてください。じゃあ、2番、いきましょう。で、次は、z 分の x プラス y。次が、x 分の y プラス z イコール y 分の z プラス x。ちょっとごめんね。これが成り立つときにこの式の値を求めようという問題です。で、まあ分数イコール分数イコール分数となってるので k を使ってまず置いていきましょうね。これ前やったね。なので z 分の x プラス y イコール、次は x 分の y プラス z で、y 分の z プラス x イコール k です。で、これ前回の等式の証明丸2だっけな、あの、k がね、not イコール0って書いたんですが、あれいらなかったですね。ね、なくてよかったと思います。失礼しました。で、こうやって置くと。k と置くと、で、何が成り立つかっていうと、これまあ前回やったように、ここイコールこれ、ここイコールこれ、ここイコールこれで考えます。で、ここイコールこれになったら、両辺に z をかけると、これちょっと一応書こうか。消しちゃうよ、これ。どう考えるかっていうと、今こうなってる、こことここのパーツを取ってくるとね、で両辺 z をかけるとこっち zk ですね。 zk、 kz の方がいいかな、ここの場合だったら kz で、こっちは z をかけると消えます、約分されて。つまり x プラス y イコール kz と変わることができる。よいしょ。で x プラスy イコール kz で、同じようにこことここでやったとき、
両辺に x かければいいから y プラス z イコール kx、 あとここね、ここもやると z プラス x イコール、ほい間違えた、 ky だね、こうなります。で、ちょっと番号振っちゃうね。で、3と。で、これはまあ個人的に思ってることですけど、まあ3つのね、方式が出てきたときに、左辺が x プラス y、y プラス z、z プラス x になったときは、全部足してみるといいです。そうすると結構いいことが起こる。ことが多い。で、今回も、こっから、1プラス2プラス3、これ全部してみます。足してみる。そうすると、左辺は、x が2個、y が2個、z が2個なんで 2x プラス 2y プラス 2z になります。全部足すとね。で、2でくくってしまうと2括弧 x プラス y プラス z となります。左辺ね。で、右辺は kx 足す ky プラス kz なんで k でくくることができる。そうするとで、こうなります。いいかな？で、こっからちょっと整理していくんですけど、全部左辺に持っていきます。左辺に持っていくと、でもこれあれだな。右辺に持ってきた方がいいか。あのね、K をね、マイナス K でもいいか。いや、いっちゃいましょう。まあ、どっちでも答えは同じなんだけどね。これ左辺に持ってくると、左辺のこれが変わらなくて、これまとめて持ってくるんで、ここだけマイナスがつきます。こうやってね。で、絶対忘れずにイコール0を書いておくと。で、今回ここの項とここの項、括弧の中が共通してるでしょ。だから括弧の中くくり出す、丸々こうやって出してしまう。だから括弧 x プラス y プラス z がくくり出す。で、くくり出したときは残ったものを後に詰め込めばいいので、こっから残ったのは2でしょ。こっから残ったのはマイナス k が残ってる、ここね。で、閉じる、イコール0と。いいね、このくくり出し覚えておいてね。丸々出したら残ったのを後ろに詰め込めばいいと。で、実はこれでも勝負ありなんです、ここまで来たら。で、なんで勝負ありかっていうと、これさっきのこれと同じ考えで、ここに掛け算があります。つまりこれとこれをかけたら0になればいい。だからこれが0になればいいし、これが0になればいいんです。またはでね。なのでこれは0、まあ、またはで書かなくていいけどね、別にね。 2-k が0、これを満たすと。で、こっちを解くと、これね、わざと z だけ右辺に持ってってください。z より今何やりたかったかっていうと、これの式の値を出したいのね。で、これっていうのはこれイコールこれイコールこれ全部同じなんだよ。だからこれを出そうがこれを出そうがこれを出せばどれでもいいんです。で、今ね、都合よく x プラス y がマイナス z って分かった。 x プラス y ってここにあるでしょ。だから置き換えてみます。なのでこれより z 分の x プラス y イコール z 分のマイナス z になります。 x プラス y がマイナス z だから、約分するとマイナス1、つまりこれの値はマイナス1だから式の値が出たんです。いいね。で、もう一個、2-k イコール0より、これ普通に移行するだけ、 k2 でしょ、移行すると。で、 k って何かっていうと、最初にこれを k って置いたんです。つまりこれもこれもこれも2ってことが分かったから、もうそれそのまま答えでしょ。これの値出せって言われてるから。なので2つの式から出てきたのはマイナスと1と2、あ、マイナス1と2だから、答えはマイナス1と2と、こういう感じになります。いいかな。ちょっとね、まあ、前回のに比べるとややこしいんですが、まあ、有名な問題なんでね、ぜひ覚えておいてください。では今回は、高校数学数2の等式の証明 ③ をお送りしました。
今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言ったように、等式の証明、これで最後で、次が不等式の証明を始めていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。